ムーディ・ムーディとは、ハンガリー原産の牧羊犬種である。ハンガリアン・ムーディ、ムディア・ハンガリアとも呼ばれている。起源には、謎が多いが、クロアチアン・シープドッグがハンガリーにもたらされ、プーミーやプーリーの地が加えられて誕生したものであると、考えられている。もともと名もなき作業犬の一種で、決まった犬種名もなかった。ムーディという名を与えたのは本種を打犬種と分別し、 不死公認へ導いた人物であると言われている。羊を誘導する牧羊犬としてのみ使われ、羊を狼や家畜泥棒から守る仕事はコモンドールやプーリーなどの別犬種に任せられ、これらと組んで仕事を行うのが通常である。かつてムーディは作業の邪魔にならないように大短く暖を知っていた時期があったが、このためボディバランスが取れず、見栄えが悪くなり、暖をが行われていた時代は、 ドッグショーなどには全く出場していなかった。しかし、ンをしないだけで、ボディバランスが取れるということが判明し、商用の犬も作業用の犬も、ンをが行われることは廃止された。これによりもう一つのメリットが発生し、作業用のムーディは、尾のあるおかげで走る際にバランスが取れやすくなり、転倒したりすることがなくなって走るスピードもさらに、向上した。すなわち、 おはもともと作業の邪魔にならず、むしろあった方が、本来の能力を引き出せるということも分かったのである。ちなみに迷信であった、作業の邪魔になるということは一体どのようなことであったのかは、今でもよく分かっていない。原産地外にも輸出され、近年は知名度が上がってきて、ドッグショーにも出場するようになった。一部の犬はペットとしても飼育されているが、原産地では、 今でも牧羊犬として使われている。なお、原産違いでは徐々に頭数が増加しつつあるが、原産国での個体数はおよそ数百頭しか存在せず、希少化が進んでいる。このため、ハンガリーではムーディを保護するための制度が整いつつあり、血統書の保管や安定したブリーディングを行っている。それにより絶滅の心配は少なくなったが、未だに希少で頭数の少ないことに変わりはない。 ムーディの顔に本犬によく似た姿で、荒めの巻毛と大きめの立ち耳がトレードマークである。コートは顔と足の前側の部分のみ、スムースコートである。毛色はジェットブラックが主流だが、レバー、ブラックブルーマールの犬いる。また、ごく稀にホワイトの毛色の個体も存在する。凛々しい顔立ちで、小さなブラウンの瞳に尖ったマズルを持つ。尾はふさふさとした巻毛で、 個体によって巻き具合が異なる。体高は36から51センチメートル。体重は8から13キログラムの中型犬で、性格は忠実、温和だが、警戒心が強い。運動量は多いが、状況判断やしつけの飲み込みが良く、飼育はしやすい方である。ありがとうございます。